リトルもクンクンしてるね。気になるねー。大タバコがの、幼虫が、茎に頭を突っ込んで食べているー。こらー。おー、これもいったー。ヘチカマちゃんは、立派なオスのオオカマキリです。なに？その網は？って思ってるよねー。明るくなってきました。うん？来てるー。リトゴマー。あとは、ジップロックに、すべての材料を、入れて馴染ませるだけです。簡単ですね。ぴょんおたまー、欲しそうにしてるー。このように、白っぽくなったり、緑になったりもします。こんにちは、おたま日記です。今日の動画は、8月23日からです。今日も餌探しのために庭に出ます。8月後半になり、植物の様子も変わってきましたね。残っているスイカはここにある2つになりました。いつ収穫しようかなー。そして、これは、ヤーコンです。かなり巨大化しましたね。上の葉っぱの部分がすべて、枯れたら土の中にある根の、部分を収穫します。みーかーんの花が、咲いてない。だって、みーが、こんなーに大きくなっているからー。いいですねー。みかんの実は、順調に大きくなっています。家庭菜園に来ました。すごいです。ナスと白ナスが大豊作です。食べても食べても新しい実が、できます。そして、この隣に植えているのは、ピーマンです。ピーマンもたくさんできていますが、うわぁ、大量の、ホオズキカメムシがいるー。ホオズキカメムシは、ナス科の植物が大好物です。ピーマンもナス科なので、このように大量に集まってきています。これが、ホオズキカメムシの卵です。申し訳ないけど、駆除させてもらいます。ごめんよー。こちらは、モロヘイヤ、先日の植え付けから、1ヶ月ちょっと経ちました。これは、植え付けた7月18日の、映像です。比べると、成長の速さがよくわかりますね。新しく出てきた新芽をポキッと、折って収穫します。とってもとっても新しく出て、くるので、毎日収穫してもいいくらいです。して、横に、大タバコがの、幼虫が、茎に頭を突っ込んで食べているー。こらー。これは、結構大きな穴です。トマト、枯れちゃわないかなー。ちなみに、この幼虫がどのようにガになるのか、興味がある方は、過去に投稿したこちらの動画を、ご覧ください。この大タバコがはぴょんおたまのいいご飯になりそうです。さらに少し庭を探します。この辺には、オンブバッタがたくさんいます。ここで少しオンブバッタを捕まえていきましょう。お、また白ゴーヤできてるなー。綺麗なゴーヤだねー。うん？リトターン、ここで年齢してたのねー。ほらー、立派なゴーヤ、収穫したよー。ゴマちゃーん、どう？綺麗なゴーヤだと思わない？クンクンしてる。気になるねー。でも、これは、食べれないかなー。リトタンにも収穫報告しておこうねー。あらー、大あくび、眠いねー。リトルもクンクンしてるね。気になるねー。では、先ほど捕まえた幼虫と、オンブバッタを、ぴょんおたまに見せてみましょう。お？見た？おお、飛びついたー。スローで見ると、うわー、すごいアクションです。では、大タバコがの幼虫を、あげます。うわー、一瞬です、すごいー。もう飲み込んだー、早いー。さらに、オンブバッタもあげましょう。おー、これもいったー。
そして、オンブバッタも、あっという間に飲み込んでしまいました。ペロリンペロリン、ペロペロペロリーン。さて、こちら、ヘチカマちゃんです。へえ、ヘチカマちゃーん。いやー、立派な成虫になったねー。かわいいねー。前回の動画でお伝えしましたが、ヘチカマちゃんは羽化してついに、成虫になりました。ヘチカマちゃんは、立派なオスのオカマキリです。今後、結婚相手のメスカマキリを、探さないといけないですね。ヘチカマちゃんにもおんぶバッタあげようねー。ほらー。きたー、捕らえたー。そして、ヘチカマちゃんは、美味しそうにおんぶバッタを、平らげたのでした。リトターン、ゴマターン、これ、買ってきたよー。何？その網は？って思ってるよねー。この網は、リトゴマからピョンオタマとヘチカマちゃんを、守るために買ってきました。一応ケースに入れてはいますが、リトゴマのパンチで破られる心配があります。なので、この網を接続して、リトゴマ侵入防止柵を、作ります。この網は、ダイソーで買ってきました。200円の網が2枚、100円の網が1枚です。結束バンドも合わせて900円の、投資です。できました、こんな感じです。結構丈夫ですので、リトゴマもこれではいたずらできないでしょう。こんな感じで、結束バンドで固定しています。これをすっぽり上から被せて、保護します。よし、これなら、大丈夫ですね。リトターン、ゴマターン、いたずらだーめーよー。では、この網がちゃんと守ってくれるかどうかを確かめるため、このように iPad を固定して、一晩中タイムラプス撮影してみましょう。私が寝た後、リトゴマが来るでしょうか。こちらが、タイムラプスの映像です。夜は、電気を消してしまったので、全く見えないですね。リトゴマ、来ているのでしょうか？あ、明るくなってきました。うん？あ、来てるー、リトゴマー。やはり、ケースの中で動くピョンオタマと、ヘチカマちゃんに興味津々でした。画質を明るくし、さらに再生速度を、ゆっくりにしてもう一度ご覧ください。やはり、二人とも来ています。リトゴマにいたずらされる恐れがあったので、今まではピョンオタマとヘチカマちゃんのケースは別の、部屋に置いてありました。新しく部屋に登場した謎の、網と、中で動く不思議な生き物たちに、好奇心が止まらない様子ですね。しかし、網を動かしてしまったので、ちょっと危なかったですね。この教訓を活かし、次の日からは、網の横に重しを置きました。この日以降も、毎日リトゴマは、ここに来ていますが、重しを置いてからは、網が動くこともなく、ヘチカマちゃんとピョンオタマは安全に、過ごしています。うわぁ、いい天気だなぁ。今日も家庭菜園に出て、野菜の収穫を、しました。秋ナスがすごいです。豊作ですねー。白ナスも、すごいねー。こんな感じで大量に収穫しました。ゴーヤ、ナス、そしてモロヘイヤもたくさんです。では、このナスを使ってからし味噌漬けにします。めちゃくちゃ美味しいので、作り方を紹介します。皆さんもぜひやってみてください。材料は、画面に出ているものだけです。今回は、ナスが9本ありますので、材料もすべて3倍使います。では、作っていきます。まずナスをきれいに洗い、このように切っていきます。そして、塩をかけ、全体に行き渡るように混ぜてから、10分ほど馴染ませます。
ちなみに、塩は、後で洗い流すので、多少多くても大丈夫です。あまり潰したくないので、ナスは揉み込まず、ボウルを振って塩を、回しましょう。10分ほど置くと、このように水分が出てきます。これを水で洗い流し、よく水を切りましょう。あとは、ジップロックに、すべての材料を、入れて馴染ませるだけです。簡単ですね。最初は、このように材料が偏っていますが、水分が出てくるので、ジップロックを振れば、そのうち混ざります。冷蔵庫に入れて、数時間でこれくらい水分が、出ました。これでもう完成です。こちらが、完成品です。いいねー、美味しそうですねー。では、早速ですが行かせていただきます。むはは、むはー、うまーい。味噌、砂糖、からしの味がうまく混ざり、茄子のうまさを極限まで引き出しています。素晴らしい。8月28日です。リトゴマ侵入防止策の効果はバッチリですね。へえ、チカーマちゃーん、出ておいでー。お、手に乗ってきたね。かわいいねー。それにしても、綺麗な、立派な大人になったよねー。今日もオンズバッタを捕まえました。ほらー、どうぞー。よし、よーし、捕らえたー。バクバク食べていきます。いいねー、ヘチカマちゃん、元気いっぱいですね。ところで、右の方にピョンお玉のケースが、置いてあります。うん？あ、ああ、ぴょんお玉ー、欲しそうにしてるー。僕も食べたーい、って思ってるねー。食べ終わるまで、そこで羨ましそうに見てたのー。ぴょんお玉ー。わかったわかった、ぴょんお玉にもあげるよー。ほらー、うわー、さすが、腹ペコぴょんお玉、今回も一気にいったー。体全体を使い、激しいアクションで飲み込んでいきます。すごいぞー、ぴょんお玉ー。そして、あっという間に飲み込んでしまいました。ペロリンペロリン、ペロペロペロリーン。8月30日です。ぴょんお玉ー。出てきた、うん。あれー、色が黒くなってるー。アマガエルは、周りの色に合わせて色を、変化させますが、こんな黒にもなるんですね。過去の映像と比べてみてください。このように、白っぽくなったり、緑になったりもします。すごいねー、ぴょんお玉ー、どうやって、色を、変えているんだろうねー。しばらくすると、また、ぴょんお玉の色は、白っぽくなっていました。次回予告です。え？え？窓の外にいるのは、だーれー。すごいです。野菜の収穫がピークを、迎えています。リトターン、ヘチカマちゃんに、ご挨拶だよー。いたずらは、ダメよー。あー、やばーい、スイカが割れてるー。おー、ぴょんお玉ー、すごいねー。ヘチカマちゃんの結婚相手の、メスカマキリを探します。どこかにいないかなー。それでは、今日の動画はこの辺で。ご視聴ありがとうございました。